ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今日はモバイル版で、星のシーズン、というイベントが急に始まったので驚いています。一週間続くイベントなので、何やら大盤振る舞いになるのかなと期待していますが、モバイル版は元からアイテムをたくさんもらえる仕様になっているので、でも嬉しい、と感じています。パソコン版とモバイル版ではゲーム性が大きく異なり、パソコン版ではとにかく、ゴールドが足りない、アーティファクトが欲しい、ソウルストーンが手に入らない、と常にストレスを感じていますが、モバイル版は大違いです。ヒーローのソウルストーンをもらえる日替わりイベントが毎日行われていて、ちょっとだけ遊戯すると召喚済みのヒーローが勝手に増えていきます。それに比べてパソコン版では、満足に育成できるのはヒーローが2人と、タイタンが1体だけです。1軍と2軍を育てて、グランドアリーナを頑張ることなど不可能でして、かろうじて表向きのレベルアップをするのが精一杯です。ですので、私のパソコン版のグランドアリーナでは、中身は全くレベルアップしていないヒーローばかりが並んでいます。中には課金して中身までレベルアップしている人もいるようですが、大抵の場合は中身がスカスカなので、ちょっと攻撃をすると、風船が破裂するように倒れる敵が多いです。私なんかグランドアリーナで攻撃する際は、3番目のチームは模擬を1人だけにしています。だって、レベルが異常に低い3軍では、戦っても絶対に勝てないからです。この動画の視聴者様の中に、私と同じサーバー11のブロンズリーグで戦っている人がいるそうですが、グランドアリーナで魔女だけが登場したら、それは私だとすぐにわかると思います。モバイル版のイベントの話をするよう。このイベント画面を最初に見た時は意味がよくわからなかったのですが、基本はいつもと同じ、8つのカテゴリーに区分された画面がメインになっています。それとは別に、この綺麗な画面でも、1番から16番までの商品を順次もらえるという仕様です。ちなみに、青い箱を開封してみましたが、中身は驚くほど、しょぼい商品でした。これは福引きの残念賞でもらうポケットティッシュ程度なので、ドキドキしながら開封した自分がアホだったと悔やんでいます。なお、この商品の中に、さりげなく、フェイスレスの新スキン、が含まれている点に注目しています。私はモバイル版でもフェイスレスをチーム編成に組み込む予定なので、新しいスキンで何が強化されるのか楽しみです。パソコン版の話をするよう。最近はゴールドももらえる機会が多くなったので、少しでもゴールドの残高があると、それを迷わずタイタンのモロクに全投資しています。おかげさまで、モロクのパワーだけが徐々に突出してきました。タイタントーナメントでは強敵と戦うこともあり、大した成果を出せていませんが、ギルド戦では強くなっていることを実感できています。以前までのモロクだと、1回の戦闘でエナジーが満タンになるのは1度だけでしたが、最近はエナジーを2回貯める場面も目にするようになりました。これっていい傾向じゃね？私はギルド戦のメンバーとして戦っているので、あまり変なチームを作って負けるようだと困りますが、順調にいけば面白いチームになるかもしれません。モロクの成長記録は、このチャンネルでも随時報告する計画なので、楽しみにしてください。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、昨日の動画でシュートミトクさんの名前を聞いて懐かしいと感じた人は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。